いや、すげえ倒れ方。八ヶ岳でこんな楽なわけねえんだよな。マジ？これ。お、急に開けてきた。ここを天狗岳の頂とする。はい、皆さんこんにちは。頂ハンターのロビオです。今回はですね、長野県にあります天狗岳という場所にやってきました。で、ここは天狗岳の麓の唐沢高専駐車場という場所にいます。で、今日なんですけども、この唐沢高専をスタートして西天狗岳で東天狗岳という場所に登っていきたいと思います。ルートとしては、まあ、そのまま東天狗岳まで行って、ピストンコースで、来た道を帰るのもいいんですけども、今回はそのまま黒百合ヒュッテというところまで行って、今回は周遊コースをしたいと思います。で、工程としてはだいたい5時間前後ぐらいと言われてるんですけども、その辺はね、もちろん人によって時間バラバラだと思うので、最後にどれだけ時間かかったのかっていうのも皆さんにお伝えしたいと思います。それではいきましょう。はい、ここが、唐沢高専駐車場ですね。こんな感じです。で、今日なんですけども、朝のですね7時半ごろに、この駐車場に着いて、で、駐車場も、ぼちぼち空いていたので、平日であれば7時半ぐらいを目安に来てもらえれば、空いているんじゃないのかなとは思います。で、結構ね、砂利道がすごかったん で夜とかに来るとね、結構危ないかなと思うので、明るい時に来た方がいいんではないかなと思います。はい、ここが、西天狗岳へ行く登山の入り口ですね。尺投げ橋というところですね。はい、じゃあそれでは登山開始しましょう。今ですね、登山開始してからだいたい40分ぐらい経ったんですけども、急な道とかもそんななくて、今のところ正直楽勝かなって感じですね。このままずっと天狗岳の頂まで行ければ比較的楽な登山なんじゃないかなって思いますね。緑がねすごくて、苔とかもねいっぱいあってね、マイナスイオン全開って感じですよ。いや、すげえ倒れ方。いや、マジ危機一髪じゃんよ。怖い。でも本当にね、こういうことって急に来るんでね、皆さん気をつけて登りましょう。いや、めちゃくちゃきついやんけ。八ヶ岳がこんな楽なわけねえんだよな、普通に考えて。今もう登山開始して1時間ぐらい経ったんですけど、登山者の方とね一人も会わない。朝だからかな。今ね9時過ぎなんですけど、なんか人の気配がないんですよね。みんな何時頃登ってるんだろう。この感じだと山頂もそんなに人いないんじゃないかなって思いますね。もちろん他のルートで登ってる場合も全然あるんで、ちょっとわかんないんですけども、引き続き登っていきます。以上、現場からでした。ようやく第一展望台に着きました。第一展望台からの景色はこんな感じです。正直ね、登ってる最中からガスってるなっていうのは分かってたんで、想定内です。せめてね、東天狗のところだけでもいいから、少しでも晴れててほしいですね。では引き続き進んでいきます。はい、第二展望台からの景色です。とりあえずこっちでちょっとね休憩したいと思います。今第二展望台から西天狗岳に向かう途中なんですけども、なんかねこんな感じ。強烈
マジこれ、あ、行くか、よいしょ、よっ、やっぱり山頂の方はね風が強くてね、もう結構寒いっすね。多分ここが一番の難所なんじゃないかなと思ってます。まだわかんないっすけど、こんな感じよ。いや、すげえ登ってきたな。なんかちょっとだけ晴れてきたな。もしかすると頂きに行くときにはもうちょっと晴れてるかもしれないですね。よっしゃ、引き続きこの岩場登っていきますか。お、急に開けてきた。いや、こんな登ったんだ、すげえ。これなら頂きでもいい景色見れるかもしれないですね。いや、やっとねあの岩場を乗り越えましたよ。すげえ、多分もうちょっとで西天狗岳だと思いますね。いやー、きつかった。でも超景色いいわ。よし、もうちょいで西天狗岳ですね。着いた、西天狗岳山頂。ここが西天狗岳からの頂です。ちょっとだけねガスっちゃってるんですけど、景色すごいですね。ちょっと風が強い。早速東天狗岳行きましょう。西天狗岳から東天狗岳に行くにはね、一回これ降りなきゃいけないんですよ。そしてその降りた後にあそこの東天狗岳が待ってるってことですね。やってくれんじゃないので。ここがさっきまでいた西天狗で、ここをちょっと降りてきて、ここが東天狗で、今ちょうど西天狗と東天狗の中間にいます。本当にねここまで長かったよ。でもね、全然くじけそうにならなかったね。やっぱゴールが決まってるから、どんな辛いことでも乗り越えられるよね。絶対にゴールはあるから、で途中どんだけ辛くてもゴールしたらね、絶対やってよかった、登ってよかったって思えるはずなんで、辛いことがあっても頑張って乗り越えましょう。頑張れ。あ、着いた。よし、東天狗岳山頂 2640m、 ここを天狗岳の頂とする。本当に来てよかったと思います。マジで景色最高でした。そしたら、このまま行きたいと思います。はい、黒百合ヒュッテに着きました。本当はここでねご飯食べようと思ったんですけど、ちょだいぶね時間がかかっちゃったんで、もうこのままちょっとだけ休憩して唐沢高専に向かいたいと思います。はい、というわけで、下山してきました。で、下山の時にですね、本当はもうちょっとね黒百合ヒュッテでゆっくりとご飯食べたかったんですけども、ちょっとね急いでまして、でその急いでた理由っていうのが、ここの、唐沢高専、この唐沢高専は
日帰り登山者でも、お風呂に入れるんですよ。なんですけど午後3時までに、受付しないと入れないので、もうあの時ね結構時間がだいぶ押してたんで、黒百合ヒッテではもう本当に 2,3 分だけ休んで、もうすぐに、下山して、で本当に3時ちょうどぐらいに唐沢高専に着きました。でギリギリ間に合うか間に合わないかっていうところだったんですけども、受付の方が、すごいいい方で、なんとかお風呂に入ることができました。受付は3時までで、お風呂は3時半までに、出れば大丈夫なので、まあ、30分だけですけども、このね天狗岳でかいた汗をもう全部流しました。ということで、ね、今ねちょっとね服もねもう着替えちゃってるんですけども、いやめちゃくちゃ気持ちよかったですよ。でもしね天狗岳に登られた時はこの唐沢高専でお風呂に入ってください。というわけで今回ね長野県にある天狗岳に登ったんですけども、まあ、結構ね距離は長くてきつかったんですけど、まあ、そのね疲れをもう吹き飛ばすぐらいのね景色が見えるんで、まあ、残念ながら今回はねあの見晴らしは良くなかったんですけども、まあ、それでもすごい景色良かったんで、またいつか登ってみたいなと思いました。で時間なんですけども、朝8時にこの唐沢高専を出発して、で本当先ほど本当ちょうど午後3時に唐沢高専に、周遊コースで、着いたので6時間半かかったんですけども、いろいろ写真とかね、動画とか撮って、まあ、ダラダラしてたので、成人男性だったら、まあ、5時間ちょっとあれば、まあ、普通に周遊できるんじゃないかなと思います。で女性の方とかね、ご年配の方とかは、まあ、6時間7時間ぐらいはかかっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、まあ、周遊コースとか、まあ、ピストンコースとかでも多少やっぱ時間は変わってくるとは思うんですけども、まあ、今回の動画を参考にしていただけたら幸いです。はい、というわけで、おいロビオ、お前にしてはなかなか頑張ったなと思ってくれた方は高評価をお願いします。そしてまた次の動画も見せてくれよと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またねいろんな山を皆様に、紹介していきますので、ぜひ次の動画もチェックしてください。それではご視聴ありがとうございました。いただき